J2 第20節振り返るぜえい、えー、長崎 VS 岩田と5連勝対6連勝でしたっけ、まあ、注目のカードでございましたけれどもやっぱり岩田のゲーム運びのうまさですね本当にうん、まあ、またこの小川が点取ったっていうのもこれまたチームがねここから上向くんじゃないでしょうか長崎もまあ悪くはないんだけれどもそれ以上に岩田のねやっぱり なんていうんですか、やっぱ、勝者のメンタリティ的なところを見た感じありましたね。ええー、まあ長崎としてはビッグチャンスは、あの、コーナーだったっけ、カイ洋セザールのね、頭だか肩だかに当たったやつ。あれをさ、フォワードのルキアングゴールライン上でカバーするという、この一体感。<laughs> ああ、ジュービロ・イワタの今の良さ出てますね。まああれ、伊藤が移籍するんだっけまぁ、あ、今後ね、また多少はこう入れ替わりあるとは思うんですけれども。 いや本当に、まあ、三浦もねファインセーブがありましたし、えーえー、でゴールを決めたのは60分から投入された小川幸樹、斜めに来たボールを、ねえー、左足で収めてねいや見事に決めましたよ。今シーズン初ゴールですかね、小川は。まあ、やっぱり本人のこの選手のポテンシャルを考えると、ここで初ゴール、ちょっと遅いなというところはあるんですけれども、いやそれにしてもこの大事な大一番のゲームでね点取るていうのはさすがこの男といったところでしょうか。うん またこれで岩田のね、フォワード争いもかなり活発になってくるんじゃないでしょうか。遠藤のミドルシュート、クロスバーもかなりね、惜しかったですね。うん。といったところで、ジュビロ岩田が、えー、何連勝もうわかんなくなりましたけれども。何連勝になるんですかね連勝7連勝か。はい。素晴らしい記録を作って、えー、今2位ですか ?1 位ですか後で人員表見ましょうか。はい。おめでとうございます。え、はい、秋田 VS 相模原。 え、相模原は、まあ監督変わってからもね、なかなか勝てずにいて、まあ一応今節は得点取ったというところで、え、おめでとうございます。とりあえずは。秋田の方は、やっぱやっぱりね、うん、相変わらずの、はい、タフな戦い方で、え、クロスボールから斎藤健太ですか、合わせて、まあ先制はするんですけれども、小玉ですね。フォワード26番、サガントスから、え、険付きで入ってまいりました。うん。いきなり、そうですね、先発で。 はいゴールを取ったかなり結果をね残しました、まだ2002年生まれということで若い選手なんですけれども、えーフまあ、ファーサイドか、流れてきたところね、えー、冷静に詰めました、まあ、これでいち,いちとしまして、えー、まあ、よく言えばね逆転していきたかったところなんですけれども、まあ勝ち点以を取ったというところでねまあ悪くはない結果だと思うんですが。うん だからやっぱボール持つようになってからまあ守りの時間帯はね減ったかなーっていう印象はありますけど、うん、やはり有利を中心に攻撃を組み立ててねカウンターとかも鋭いの持ってるんでね、うん、なんかきっかけをつかめるといいんですけれどもねこれの試合がねまた小玉が入ったことによってこうちょっと変わっていけるといいですね。うん、はい 1-1で、相模原、なんとか勝ち点1をアウェイで取りました。そして、ヴェルディ、栃木。ヴェルディはこれで5連勝ということですね。1ヶ月前までね、ヴェルディが5連勝ここからするって言ったら信じられなかったんですけどね。ああ先制点はね、畑純季。えー、この試合に関しては、畑は、えー、右サイドに入ってましたかね。うん。いやまあ、チーム事情とかもありますけれども、うん、あの、栃木らしい、本当にボールダッシュからの、 つな、えー、いでつないで佐藤から旗だったかなそして遠目から、はい、ミドルシュート綺麗に決まりました、えー、前半を見る限ぎりあ栃木ペースで進んでいくかなと思った後半ですけれどもベルディは福村をねやっぱ偽サイドバックの動きはいうまいこと洗練されておりまして、えー、58分加藤貢健の本当に絶妙なスルーパスから小池が抜け出し折り返し山下が詰めるという本当にベルディの狙いが詰まったゴールでしたねあー やっぱ栃木のディフェンスとしては本当、ちょっと手も足も出ずやられてしまったというそんなゴールじゃないでしょうかそして直後の63分エン、えー、ドカ・ボニフェイスの縦パス山下落として山口、うん、まあ山口はやはり今シーズンかなり成長しておりますねガンバから来た選手、うん、これもなんかこう安西後期みたいにねどんどん駆け上がっていくんでヴェルディの、はい、サイドの選手としてまた1人世界に羽ばたくような予感もしますねうん というところで、ヴェルディが2対1で逆転の勝利5連勝を飾っております。えー、新潟 VS 水戸ですね。0-0。新潟はまあ前節秋田に勝ってか。うん、0-0ですね。えー、まあそうですね。水戸の方は、まあ安藤水木、うん。この辺がやっぱり、えー、チャンスシーンは作っていたかな。うん、まあ、ニエもファインセーブありましたね。うん。新潟もやっぱりホンマシオンから、はい。 えー、出てきた矢村とかもね、はい、あーチャンス作ってましたし、うん鈴木浩二なんかもね、後、え、半、ー、から脅威にはなっていたんですけれども、水戸は守りきりました。うんバチバチやっておりましたけれどもうん、まあそんなとこですかね、そんなに、はい。<laughs> えー、特に思い出はないです。えっ、ー、とー、京都バサ岡山ですね、やはりピーター歌か。 まあ、インタビューで確か言ったけどね、長期 J 監督とね、出会って、やっぱり守備への意識とかが高まったみたいな、いや、本当にそうですね。で、ゴールもやっぱりちゃんと取ってきますね、ピーター・ウタカは。はい、3時で、まあ、印象的な55分の川崎の方がやっぱ印象的でしたね。この人が中心に絡んで、ウタカのあのヒールパスといい、あー、素晴らしい攻撃でしたね。本当、京都はやっぱいろんな形を持ってるんでね、そりゃ上位にいるよなというあところですかね。 前ねーでもやっぱね、まあ梅田ファインセーブあったんですけども、やっぱりあそこの1失点目のところはちょっとね、連携をもっと岡山のディフェンス陣高めていかなきゃならないなという、えー、そんな感じです。はいまあただ、浜田瑞希のねナイスブロックがあったりとか、そこら辺のディフェンスのはいプレーは良かったかなと思います。あの後半始その宮吉の、ね、シュートね。えーえー、まあやはり フォーム、京都、一枚上手でしたあ。芝もね、だんだん治ってきたし。うん、まあ、傷んではないらしいね、あれはね。色が変色してるってだけでね。えー、で、琉球バサス山川。山川監督はね、七海さんに代わりましたけれども、結局、ボコボコにやられました。琉球が本当、ケチョンケチョンにしましたね、山川を。 いやー、清竹ハットよー。34。もうどんなゴールだったかあんま覚えてないけれども。<laughs> とりあえず57分の清竹のゴールがえぐかったなっていうところだけ覚えてますね。うーん。そっか、風間公也もね点取っ,ったからね。もう4点も入るとね、どんな形だか覚えてませんわ。まあ、安部拓真なんかもやはりねあ、アシストつけてたりとか。いやー、本当に、す <laughs> ばらしい。<laughs> あれか。 1点目は右サイドを奥深く取って折り返し詰めるって感じか。あそこは、ね、やっぱ右サイド突破してくる選手さ、ディフェンスの選手たち、中盤の選手もなんかそっち,そちへそっちへ走り出しちゃうって分かってるにもかかわらずちゃんと寄せきれてないっていう、ねえ、んなんでしょうね。ちょっとね、山川課題が、ああ、こっからね、克服されていくんでしょうかね。えー ななみのやりたいサッカーをこのメンツでできるかどうかってところが注目ですね、うん。どんなサッカーをやっていくんでしょうか。はい、えーまあ、琉球は、まあ、上位陣、昇格圏内に食らいついていくために、ね、やはりこの勝利は、ね、大事でしたけれどもやっぱりみんな勝ってるんでねなかなか縮まらないですね、上との差、うん。そして山形も今、校長監督変わってから本当監督解任ブーストが見事に活動しています。 やはりこのチームの本当にもうね、核となってる山田光太。いやー、あのー、もうゴールのシュートももちろんですけど、そのね、ワンプレイ前のあのダブルタッチですよね。あのかわしはやっぱり天性の感覚ですわな。なんか狙ってやるってよりか、本当に自分の研ぎ澄まされた感覚でやってるような感じでしたね。で、22分、オウンゴール。あどんなんだったっけ覚えてねえな。 55分、南は覚えてるわ。なんか断面に当たってたよね。野田のヘッドかなんかが。うん。で、65分、島田慎太郎もやっぱりこの選手らしくね、カットインというかドリブルで入っていって狙いしましたようなね、グランダーのシュートで見事だったんですけども、70分カットをクロスボールからダイレーで押し込む、えー、恩返しなんということで、4対1。山形が得点力を発揮しております。イニシウス・アラウージョとか去年の、まあ、主戦力だった選手たちが、えー、いないにもかかわらず、こうやって山形はね、 また新たなチームでね、価値を取っておりますね。うん。はい。いや、本当に山形の今のサッカーはかなり見ててね、面白いですね。迫力あって。えー、そして北九州がさす千葉0-0と、えー、まあ、千葉の方がチャンスは結構作っていたかなというところですかね。えー、まあ、ゴールに迫るシーンもね、まあまあ、本当に入ったかなっていうところはありましたけれどもね。えー、ゴールキーパー、加藤、はい。まあ、 そうですね、頑張ってたんじゃないかなと。えー、そうだ、北九州はカルドナですね、決定機、後半。あー、あれはやっぱり決めておかな、あかんでといったところでしょうかね、左足で。決めたかったね、あれはね。あーまあ、そんな感じですか。<laughs> ゼロゼロ0-0のゲームに対する感想が薄い。えー、甲府 vs 群馬、6-2。シュート21本いかれてんだろ、甲府。本当に甲府の、ね、甲府ってや 大量得点のイメージはそんなないんですけれどもいやー今年の甲府やっぱり泉さんも、ね、しっかりとはまってきてるし怖いですね7分荒木のゴールもあれは荒木が上がってくるタイミングをしっかりと見定めて、えーまあ、この荒木のシュートもお見事でしたノースターのゴールはどんなんだったっけ <laughs> どんなんでしたかあ,あれかウィリアム・リーだからなんかもらってって感じでした あもうレリアンリーンのこぼれを詰めたって感じでしかね。ああ、いやだい、お見事なゴールでしたね。で、泉沢陣はどんなんだったり。泉沢陣もなんかちょっと、あれだね、金沢の島田のゴール的な感じで狙いすました感じでしたね。そして鳥海。うん。あのー、右サイドで粘って、そっからもう一人でね、片付けましたね。ああ、あれは見事でしたね。個人能力が半端ない。甲府のこの、 アタッカー陣の個人能力が半端ない。うん、ドリブルがうまい。うん、<laughs> 安いコメントですけども。そして63分、また泉んねカウンター。まあ、群馬の選手たちもうなんかね心折れてたんだと思うんですけれども。うんいやね、いやそれにしてやっぱり甲府の推進力高かったですね。泉んは、ね、右サイ,左サイドから持ってって右足で沈めました。 71分、白石がね、えー、ファーサイドで詰めて1点返すんですけれども、また長谷川。はい。あれ誰だっけウィーラン・リーダかな折り返したボール。うん。かないか誰かが触れて、えー、詰めましたとで。6点目と。で、まあ最後の最後ね、大前が意地のヘッド見せましたね。大前元気のヘディングはなんかあんま見た記憶がないですけども。うん。エースがゴールを取り、 得失点差マイナス4。このもね、ひょっとしたらこれが6-1だったらね、降格してたっていうことがあるかもしれないんで、あの得失点差1の違いで残留になるってこともね、群馬としてあるかもしれないんでね、この90分の大前のゴールが未来につながるといいと思います。うん。そして甲府はね、勢いここから増していくんじゃないでしょうか。えー、次。町田も5対0で勝ったんだよね。強いね。 愛媛の攻撃のシーンはそんなイメージない。まあ、内田健太が序盤になんかギュイーンって曲がったシュート打ってたなっていう印象ですけども。40分吉岡、吉尾海南、見事。そうだ、吉尾がハッとしてんだわ。ね50分はクロスボールがまあ直接入ったって感じですし。平戸もね、はい。えー、こぼれ球だったかな。うん。まあ、見事にゴールね。左隅かなんかに決めまして。 えーで、67分は、ドゥドゥの、なんか、うせってこぼれたところを吉おつめ、90プラス3分、大田もね、ちょんてせいからだったかな。ああ、決めまして。まあー、町田、なんか、決まるとき、周到制度がえぐいっすよね。山賀線もそうだけども。結構大量撮り固め撮りするね。町田セレビは今年の。うん。はい。まあ、本当にちょっと、またこれも、 琉球山ガの山ガみたいに愛媛もちょっとね、なかなか、ね、ちょっと苦しい、でもしも出ないような試合展開とはなってしまいました。コンセプトは大量得点が多いですね。うん。いや、でも町田はこう見ると本当選手層厚くなってきたね。で言うと、ジャンプそがやっぱ途中から出てくるんだもんね。うん。太田もね。水元はベンチだもんな。はい。5対0。 本当、素晴らしい。夢のスコアですわ。そして、山口バサス大宮ミア1-0で大宮勝利。おめでとう、大宮え,え、14試合ぶり ?3 ヶ月ぶりぐらいの <laughs>。ちょっと笑い流れちゃったけど、でもだって <laughs>。あのね、天下の、天下のオーア・ルディージャさんが J2 でこんな苦しむとはちょっと思ってもみませんでしたから。え、監督変わって、やっと風向きがこう変わりつつあるかなという。しかもね、対戦相手の山口はかつて下田監督がいたチームということで。 えー、ここから大宮アルディージャー,、えー、調子上げていきたいところ、32分黒川のゴールは、尾長のクロスも絶妙でした。そして中で黒川を合わせるという。まあ、この試合、やはり尾長のね、左からのボールっていうのは結構チャンスを演出してたんじゃないでしょうか。ハスキッチもね、左からのボールこぼれてきて、えーね、え、ねゴールまでシュート取ったけど、味方に当たるっていう風なシーンもありました。うん。残念でしたけど、あれは。 えー、まあ、山口の方は逆にね、池上とかね、この辺もね、鋭いシュートを浴びせてはいたと思うんですけれどもね、なかなかゴール終わるというところまで行かず、うん、まあお互いね、はい気持ちの入ったゲームであったと思うんですけれども、うん、まあ10番、黒川が健在ということで、は近、い、江、あと小島もね、あの中盤から持ち上がっていて、周りをよく見てプレーしていたという印象がありましたね。 うん、次の大宮の相手はどこか知らんけれども、はい、ここから乗っていけるといいですね。順位表を見ていきましょうか。はい。1、キ日と20秒44で並んでおります。得失点差の差は6ですね。まあ、両チームともなかなか調子を落とさず勝ち点を積み重ねている。一方で、この新潟が少しずつちょっと勝ちを重ねられない状況。41点。なんかまあ、対策されてきたなというところはあ,ありますけどね。 42SC 琉球。まあ、今節に関しては大量得点で、ね、勝ちました。そして、その次に続くのがちょっと離れて SC、またゼルビアと。黒白黒白と来てますね。うん。あ、違う。ついさっき試合終わった方だから、白白だ。連勝だ。まだ反映されてないだけですわ。え、で、バンフォーレ甲府もここに並んでます。特殊点差はだからこの2チームはかなり一気に重ねました。うん、今節で。ここも大事ですからね。やっぱ特殊点差ね。 えー、そしてモンテ的に山形が後ろに続いております。そして長崎でベルディというところで、このベルディまでがなんかこう、えー、昇格争いをまだ許されてるというような感じでしょうかね。でもそう、とはいってもね、2位と11ポイント差なんで、まあ、難しいですね。ジュビロと京都がよほど調子を落とさない限りは。なかなか、ああ、もう、ね。 <laughs> 決まりかけてるような感じですけれども、うん、わかんないね。それがわかんないのがジェですから、うん。最後にはね、この辺のチームは一二を独占してる可能性もありますからね。うん、えそして、順位から水戸、二十六億、つって、うん、まあ、そうですね。レノファ山口から、まあ、相模原までが、ここ、ザンビアロスになりそうな展開ではあります。 で、まあ、場合によってこの大宮がこっから連勝をね、どん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 積み重ねて、注意グループに入っていく可能性だってありますから、わかんないですけど。うん、まあ、ただ、あーなんか大方の予想通り、この辺がね、怪人に来ちゃってるな、というところですかね。うーん。ああ、秋田はでもそっか、意外と13位か、結構落ちてきたね。なんやかんやで。うん。はい。 えー、得点ランキング見ていきましょう。まだね、試合が終わったばっかなんで反映されてないところはあると思うんですけれども。あ、でも今更新されましたね。えー、1位に2人、小池と歌が並んでおりまして、3位、ルキアン10得点と。ルキアン得点取れなかったけど、ほんと1点ものの大活躍しました。そして8得点、泉沢陣。泉沢陣って過去1番点取ったのっていつなんだろう大宮時代2015年かな ?2015 年が7ゴールか。 おう、じゃ、自己ベストをこの時点で叩き出してましたね、泉沢は。30歳ですかもう。うん。ね。まあ、2桁ゴールいけるでしょうね、この勢いなら。で、高木、エジガール、清武が一気にここでランクインしてきましたね。中、ね、山、さ、あのー、とみ、ね、吉岡井菜も6ゴールで、はい。えー、どいったところでしょうかあと他に点取ったやついるかなあ、山下5点目。山下も2年目ながらね、はい。 2桁ゴールできそうな勢い平戸も5点というところですかね。他の選手は特に得点は取ってないかな。はい。J2 もあと1試合で半分が終わるというところです。なんかでもまあ割とこうね、大方の予想通りな順位表にはなってきているかなというところ。まあ s u 1の躍進が俺は結構びっくりしたかなというところですが、これ以外に関してはね。 あーまあ、大宮の、この手たらくぶり。ただ大宮もこっから挽回しそうなんで、最終的にはね、真ん中あたりにいるかもしれないんでね。うーん。といったところか。まあやっぱ山がもね、ちょっとびっくりでしたね。ナミさんでこっから、はい、回復できるのかどうか。うん。といったところでしょうか。以上、J2 第20節振り返りました。お疲れ様でした。